決まるのは結構早かったんで、まあその特別強化指定に入れるってこともあって、まあ、すごいもう嬉しくて、まあ、いち早く試合に出たいなっていう気持ちがありました。高校に入る時からずっと声をかけてくれてたんで、まあ、それで高校卒業する時もずっと声かけ続けてくれたっていうのがあって、もう湘南に行きたいっていう気持ちもかなりあったんで、あの取ってくれるって言って決まった時にはもうすぐ即決しました。走るところであったり、やっぱ自分のプレースタイルを、まあ、一番活かせるチームって考えた時に、やっぱ湘南の走るサッカーっていうのは本当自分に合ってるところがかなりありますし、その練習参加した時とかにもあの運動量とか自分のスピードをすごいあのうまく褒めてくれるというか、やっぱ前向きな姿勢を、まあ、張さんはじめスタッフ陣はみんな褒めてくれるんで、やっぱそういうところもかなりありました。普段高校サッカーじゃ味わえない本当に声量だったり、まあ、すごい緊張感ある空気を、まあ、中で、まあ、味わえてるっていうのは本当に嬉しいことですし、まあ、その中でプレーしててもやっぱりもう緊張せずに、まあ、強気で自分のプレーを出せようとできてるっていうのはかなりいいと思います。他のスタジアムとかよりは、まあ、結構開けてるっていうのもあるんですけど、でもやっぱ BMW に集まるやっぱサポーターの熱気っていうのは本当に素晴らしいっていうものがあるんで、まあ、そこは本当にその力を借りて試合に出てるなっていうのはすごい後押しされます。試合に出してもらって、でもまだ自分の中ではまあうまい結果出してないっていうので、まあ、その思って、まあ、このプロになって特別強化指定で試合出るっていう、まあ、順調に来てますけど、でもその中ではまだ結果を出せてないっていうところで、まあ、自分の中ではやっぱそのもっと結果を出したいっていう気持ちはかなりあります。球際の厳しさだったり、やっぱ本当パスの一本の質、速さだったり、奪いに行っても奪えないっていうことがすごいあるんですけど、もうその自分から、まあ、起点となって、まあ、プレーできるように意識してます。高校サッカーとか代表に戻ってきて、この球際の厳しさだったり、あの本当パス一本こだわるところだったり、まあ、受け方とか本当に今まで通用してたのが通用しなかったのがプロの世界で、やっぱその中で通用することは代表でも切り一でもかなり使えるので、かなりあのそういうところはあります。チームが勝つために自分がどういうことをすればいいのかっていう、本当点を取るだけじゃなくて、やっぱ守備のところから献身的に走るっていうところだったりっていうのはもう本当に意識して、もう試合前からもそういう心がけて入ってるので、まあ、そういう気持ちで入ってる分、やっぱりそういうところはプレーとか姿勢に出てるかなと思います。ボール奪いいく姿勢だったり、本当ボールを奪もうギリギリまで粘る、本当に自分のドリブルでこうやっぱ倒されてもやっぱそこを粘るっていうところで、やっぱそういうところはやっぱプロの世界でもやっぱ通用するなと思います。張さんとかからやっぱその点を取ったり、そのドリブルで前を向いたりする姿勢に対して、あのやっぱナイスみたいな感じで褒められると、本当もっと頑張ろうっていう気持ちにはなりますね。もう来年からやっぱり1年目でもやっぱ湘南ベルマーレのスタメン勝ち取るぐらいの気持ちを出して、やっぱチームに貢献できるよう、やっぱ自分はフォワードなんで、やっぱ点を取ってそういうところの姿勢でやっぱチームに貢献したいなって思います。そうですね、ピッチ離れたら本当にみんなすごい優しくて、あの優しくしてくれるので、本当にご飯行ったり、本当遊び行ったりも、選手たちと本当映画見に行ったり、海に行ったりで、夜とかもご飯誘ってくれるんで、ご飯食べ行ったり、もう本当にオフでもなんかもうこのみんなといれるので寂しくないっていうか、やっぱ一人な時間もやっぱあるんですけど、でもやっぱそういうところでやっぱ選手たちと交流できる分、湘南のなんかその孤独っていうのはもう感じないです。島隼人君はやっぱ年も近いっていうのもあって、まあ、一番遊んでますけど、他にも杉岡大輝君とか斉藤美月君とかもすごい仲いいです。自転車でまあ休みの日とか、結構夏休みは基本ずっと行ったんで、いろいろ回ったりして海も行きましたし、街も見て、やっぱすごいいい街だなっていうのは感じます。赤い自転車で走ってます。基本休みがあったら
まあそのサッカーで、まあすごい疲れが溜まっているときはもちろん休みますけど、まあ基本はサッカー外のところでは基本リフレッシュするように意識しているというか、やっぱサッカーから少し離れるっていうところは結構自分の中では大事にしてます、ね。しゃべりっていうか、もうしゃべり始めたら結構止まらない。まあ、結構みんなからうるさいって言われることも多いですけど、でも本当に常に明るいっていうか、まあ、明るくすごいおしゃべりなところだと思います。湘南ベルマーレに入った時も本当に自分からいろんな選手に話しかけることによって、やっぱそのサッカーのところでもやっぱ声かけたりできるので、やっぱそういうところは本当自分のいいところが出たなっていうのを思いますね。優勝を目指してやっぱ日本の代表選手として戦うので、どの試合も全力を尽くして一戦一戦海外相手に戦って、もうチャレンジャーではなくてもう1位を取るんだっていう気持ちで、まあ、行きたいなと思ってます。自分の武器であるスピードをやっぱ生かしてくれるパスとか、やっぱそういうのはすごい出してくれるので、やっぱ本当点を取るっていうところではやっぱチームのためにできてるかなと思います。初めて選ばれた時から本当ワールドカップっていうのも分かって選ばれていたんで、いや本当にもう自分がスタメンで出て、まあ、点を取って、まあ、日本を勝たせるっていうことをやっぱ常に考えながらプレーしてるところあります。先輩後輩とかやっぱ少しあるんですけど、でも本当ほとんど関係なく、結構もう全体的に仲いいっていうか、もうコーチ陣含めもう選手が全員がもう本当一つになってるっていう感じがしますね。前回選ばれたそのエクアドルではやっぱりもうかなり意識して、やっぱそのいきなり来て、まあスタメンを奪われたくないっていう気持ちはかなりあったんで、まあでもそこでもやっぱ自分がってならないで、やっぱ順とフォワード組んだ時もまあそう協力してまあ攻め攻撃とかもできたんで、まあそういうところではやっぱもうそのお互いをリスペクトして、そのお互いをリスペクトしてまあできたところはかなり良かったです。あの中で見て、まあ、一番、まあ、きついグループっていうのは分かってますけど、でも本当にその最初からオランダとできるっていうのも、まあ、そこで勝ったら本当に波に乗れると思うんで、まあ、そういうところではもう本当今から本当ずっとワクワクしてるっていうか、もう早くワールドカップが始まってほしいって思ってますし、もう自分もそこで成長、きっと絶対成長できるって思ってるんで、まあ、そういうところではかなり思います。世界に自分のドリブルだったり、日本人でもやっぱ世界で活躍するドリブラーっていうのは本当にいっぱいいるんで、やっぱそういう選手がいる中でやっぱ注目されてると思うんで、やっぱそこで自分のドリブルとかスピードを生かしたところをやっぱ出したいなと思ってます。優勝で自分が得点王になることです。そこは本当、まあ、自分も日本を代表して戦ってる分、やっぱチームも信じて、自分がやっぱ勝つことで還元できるっていうところは多分あるんで、まあ、そういうところはやっぱチームメイトを信じてやっぱ世界で戦いたいなと思います。自分がまあ、カップ戦とか本当出れてないっていうのが現実で、やっぱチームとして本当一つになる最後の本当最後の大会で、もう本当自分がいないっていうか、そのいない期間が本当多いんですけど、でもその中でやっぱ自分が持って帰ってきたものを、まあ、チームにあげたいっていうか、自分が、まあ、みんなからもらったものをチームにとか、本当3年生のみんなに返してあげたいなっていうのはすごい思います。いろんなことがあって、やっぱりすごい落ち込む時もあったり、伸びる、自分がすごい伸びるって思った時もあったり、でもその中でやっぱ常にいたのは3年生とか、やっぱこの一緒にいるメンバーだったんで、まあ、そういうところにはもう本当に感謝しますし、そういうところは本当に常に思ってプレーしてます。どういう結果になるか分かんないですけど、でも本当自分が出た時にはもう必ずチームを優勝させて、本当この桐生第一全員で全国を行けるように頑張りたいなと思います。スピードとドリブルが武器なので、やっぱそういうところを見てほしいっていうところと、まあ、あとはもう自分は点取るエースとしてやっぱ活躍したいなと思ってるんで、そこも見てほしいなと思います。自分刺激受けることが多いので、やっぱ自分よりすごい選手っていうのは本当にいっぱいいるんで、その中でもやっぱ湘南ベルマーレの若月大和として、そのやっぱ落ちることなく、やっぱそのどの選手よりも一番を目指して、自分たちの代やもう他の代でもやっぱ一番のフォワードを目指して頑張りたいなと思って。
っぱ A 代表に入るためにもやっぱりもう海外も考えながら、その中で湘南ベルマーレで成長していきたいなと思ってます。湘南ベルマーレに加入する若月大和です。ドリブルとスピードを武器にたくさん点を取るので応援よろしくお願いします。